今日の話は「自分らしく幸せに生きるための100の言葉」という細谷聡さんの本の中から「優秀さとは好意ではなく習慣」という話です。人は繰り返し行うことの集大成であるつまり優秀さとは好意ではなく習慣であるフルイドリヒ・ヘーゲルドイツの哲学者ですね ジャック・ニクラウス、この人、このアメリカ史上最高のプロゴルファーが言っていた。才能ある人だけがホールインワンを達成できる。しかし、大切なのはその後だ。それを練習によっていかに習慣化するかが問題だ。習慣化に成功した者だけがプロになれる。さらに習慣化を徹底した者だけが勝ち残る。どんな優秀さも才能も、それが 儚い瞬間芸に終わってはまるで意味のないものになってしまう <coughs>。繰り返し積み重ね、自然な発露へと至る。そうなって初めて、君自身の進化が問われる。考えているうちはまだまだおこちゃまだ。それがヘーゲルから君へのメッセージだ。そもそも仕事をすることによって報酬を得ている人は、全員がプロだと言える。しかし、現実にはそうでない人もいる。 プロであるにもかかわらずププロロの教授がない人だプロスポーツの世界で考えてみるとわかるがプロの選手は成績を上げることができなかったら即刻首を切られてしまうしかし日本の大多数の会社員サラリーマンはそうではない何かに挑戦したら確実に報われるのであれば誰でも必ず挑戦するだろう報われないかもしれないところで同じ情熱気力 モチベーションを持って継続しているのは非常に大変なこと株吉原これを継続すれば確実に結果が出ると分かっていたら誰もが続けることができるしかし続けたとしても無駄になるかもしれないと思ったら多くの人は二の足を踏む取り立って大きな才能もない文人が世間で頭角を現す唯一の方法が継続だまさに一郎選手の言う小さなことの。 ことを積み重ねることがとんでもないところに行くただ一つの道ということだ。優秀さとは好意ではなく習慣という言葉を胸に刻みたい。じゃあ今日はこれで終わります。